はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月前半のタロットリーディングと星の補足説明させていただきます。お願いします。やっとね8月末で水星逆行終わりましたね。いかがでしたか？ちょっと緩みましたでしょうか？ちょっと見てみましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。陰者、ソードクイーン逆、ペンタクス4、ワンドページですね。ジャスティスの逆、ペンタクス8、ワンド4逆。気をつけることで対策がワンドの5の逆とワンドエース逆と、オラクルはスターです。よかったーみたいな。はい、ちょっとそうですね、星で見るとこの9月の前半っていうのは人に救われるみたいな感じかもしれません。もしかしたら魚座の皆さんがね、無意識でただやってることが他者をすごく救ってるのかもしれないし、何気ない会話の中や人との接触の中ではーって救われたみたいな気持ちになるかもしれませんね。そして9月3日がね、新月なんです。でこの新月自体は乙女座で起こる新月で、非常に実務的で責任感があるというかね、きちんと役割こなしますみたいな感じのエネルギーなんですけど、それがねなんか魚座の皆さんには程よく効果的だなっていう感じがします。程よく効果的。例えばどうしようやる気が出ないとか、なんかもうダメだってなってる時に、すごくこうきっちりしたエネルギーで頑張りましょうみたいな人が現れたら、あ、そうだ、この人がいたら一緒に私も頑張れるかもしれないみたいに思ったり、逆にすごくそれでガチガチの頭でどうしようちゃんとやらないとと思っている時に、この魚座の皆さんのね優しいエネルギーでそれをこう溶かしてあげることによってバランスが取れたりみたいな感じでね、なんだか理屈じゃなくいい感じで人との関係性の中で調和が取れて、落ち着くなっていうか、まろやかになるなみたいな印象があります。そして9月5日以降は火星というバイタリティや挑戦していく力っていうものがクリエイティブっていうところに入ってくるので、今までは家の中でね頑張ろうとか、自分の中だけで悶々とした感情を消化しようとか、例えばですけど自分の感情も他者に出すっていうよりは自分の中で何とか処理していたけれども、ようやく9月5日以降はそれを表に出そう、何かの形にしようとか、このエネルギーを肯定的に使おうみたいな形で外に使い始めるっていうのがあって、これは何かを計画したり仕事をしたり、もしくは喜ぶことでもいいんですよ。レジャーの計画を立てたりとかでもいいですし、自分をもっと楽しませるにはどうしたらいいかなみたいな感じもいいですし、何かを生み出そうでもいいですし、なんかそういうエネルギーとしてね扱い始めるなーって感じがあります。そして9月18日がね魚座で起こる月食なので、ちょっとエネルギー高いんですよね。なので9月18日に向かって何かが大きくなっているって感じはあるんですけれども、ただカードで見てもそうですし、星で見てもいい感じに来てるなっていうのはすごく思います。それがきついっていうわけじゃなくて、うまく本当バランス取れていい形に収まる、塩と砂糖のさじ加減が最高で美味しいお料理になるみたいな感じ。全然違うスパイスが混じることによっていいものができるって感じがすごくします。なのでちょっとだけね、今体調がって言ってる悪いなとか、うまく体が優れないなと思ってらっしゃる方も、自分だけの治癒力で何とかするっていうものではなく、他者の力を借りたりとか、お薬の力だったりとか、他者のエネルギーを借りることによってうまくそれが回り始めるとかね、なんかそういうすごくきちんとしたエネルギーで守られていくっていう感じがしました。そうね、カードで見たら非常に冷静に焦らず自分のことをよく見ているみたいな感じです。冷静に見ている。そんなにものすごく落ち込んでもうダメとかいうわけでもなく、がむしゃらに燃えてるってわけでもなく、今の状況ってこうだよねみたいな冷静にこの状況を踏まえた上で、でもこれだけはやっていかなきゃいけないんだから、これだけはやっていこうっていう感じでね、もうすごく粛々と頑張ってきたんだなって感じがありますよ。そして今の状況を踏まえた上で、下手にいろんなことに手を出すっていうわけじゃなく、今の自分の体力だったらこれができる、ここまではできるみたいなね形で、他者に迷惑をかけない程度に自分のことをコントロールしてうまくやってるなって感じがすごくあります。ただ少しすごく前のめりに頑張ろうとしてるかっていうと、ちょっとこう引いてる感じ、ちょっと遠慮してる感じではありますが、でもそれでうまくバランス取ってやってこられたんだなと思うのでいいと思いますよ。そしてまだここからも少しね、まだもうちょっとバランスを取る期間はあるんです。これは例えばですけど、風邪をひいたとかいろんな体調を崩しちゃったっていう方も、ちょっとそれが長引いてるみたいな感じ、もう終わってる、ピークは終わってるんだけどちょっとまだ調整に時間がかかりますみたいな感覚で、誰かとの関係性やもしくは仕事のことでも、心配事っていうのはピークが過ぎているんだけど、ちょっとその調整がまだあるなっていう感じね。でももう星では十分その調整の期間に入っているし、うまく回るんだよっていう感じで言われてます。ただちょっと現実までちょっとだけタイムラグがあるぐらいですね。そしてただこの後ね、ペンタクスの8っていうカードも出ていて、非常にコツコツとやることやっていきますっていう、実務的なエネルギーで毎日をこなしていきますっていうのがあるので、お仕事も淡々としたり自分の生活も淡々とこなしていく。そしてそうやって淡々とこなしていくっていうことが自分を整えることになり、非常に落ち着く感じです。ここでワンドの4が出ていて、あーなんか良かったとか、間違いじゃなかったんだとか、これでいいんだみたいなすごい安心感がありますね。これは特に人との関係においてだと思います。これは家族でもそうですし、パートナーでも職場の人でもね、なんだかとても自分が許されているとか、自分が受け入れられているということを感じられるんじゃないでしょうか。9月の前半、23日ぐらいまではねずっとパートナーシップいいですから、いいですね、良かったですね。それをふんだんに感じてください。で気をつけることとして言われているのは、無理にね自分を鼓舞してたくさんやろうとしなくていいんですよって感じがしました。有能な人であろうとしなくていいっていうのかな、器用な人とか有能な人とかスマートな人って何でもスマートにねこなせるけど、そうじゃなくてもいいじゃないみたいな。それが自分別にそうじゃなかったら魅力がないわけでもないし、自分らしくあるって大事なことだから、あれもこれもいっぺんに頑張るっていうのではなく、今はこれだけをやるわっていう形で自分で一つ選んだらいいんですよっていう感じで言われてると思いました。ここでもねワンドのページということで、何か一つをしっかりとねじっくりと慎重に進めていきますっていうエネルギーがあり、それをちゃんとコツコツとこなせてるし、最終的には落ち着いているので、誰からも批判されない、自分でも責めない、落ちないみたいな感じがあります。なのでいいなって感じで、そしてオラクルがスターということで、この9月の前半に何かご自身の中ではちょっとした達成感みたいなものを感じるかもしれませんね。ああここまで頑張ってきてよかったとか、自分では、コントロールできていないと思っていたものが、実はコントロールできていたんだ、これでよかったんだみたいな形で落ち着きます。でそれが自分の中だけで消化できるもの、消化するというか完結するんじゃなく、他者と関わることによって自分がうまくできていたということに気が付くみたいな感じですね。そして物事を全てをうまくまとめるのではなく、これはこれ、これはこれ、これとこれは交わらないんだけど、でもそれでもいいんです、それだからこそ世の中はうまくいくんですみたいな感じで、そこの違いも認めて、何でもかんでも融合することではなく、違いや、これも人間関係だったりそれぞれの生き方だったり考え方だったりっていう、そういう違いを認めながら、でも全体見た時にうまくいってるよねみたいな、そんな感覚があるかもしれません。だからすごく気持ち的にすっきりしますね。これは良かったです。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事を見させてください。仕事ね、また出ましたね、ペンタクルスの8。本当にコツコツ頑張ります、目の前のことコツコツ頑張りますって言われてますよ。そしてあまり仕事の長期計画を立てない感じですね。立てない方がいいのかもしれませんね。人って計画立ててそれをこなしてる時って、これでいいんだっていう安心感あるかもしれないですけど、今はとにかく目の前のこと、日常生活のこと、今抱えてる仕事をとにかくコツコツやろうっていうのがいいみたいです。同じことの繰り返しかもしれないし、レギュラールーティーンっていうものをこなしていくのがいいんですよって言われています。そうすることによって自分がこの先はまだどうなるかわからないけど、わからない分自由があるとか、わからないからこそ未知の可能性があるみたいなね感じがあり、そしてそういった可能性に身を委ねることによって自分の本来のなんか力がちゃんと自分で自覚できるみたいな感じがあるので、その自分の愛の力とか仕事に注ぐ力とか情熱っていうものってその成果を出せるからだけじゃないですよね。誰かのためにだったりとか自分が好きな仕事だったりとかタイミングっていうのもあると思うので、非常に仕事に関しては目の前のこと、今決まってることはしっかりやるけれども、その先のことは考えないでおこうみたいな感じでいることで、非常にいい魚座さんらしいパフォーマンスができる感じがします。やる時はやるし、自分では普通にやったことを他者にはめちゃくちゃ喜ばれたりするかもしれませんね。はい、ちょっと人間関係も見ますね。飛び出してきたのがまたスターです。いやーよかったねよっぽどなんかいいことがあるんでしょうね。カップの7とソードの2ということで、やっぱりこうダブルでスターが出るっていうのは、よっぽど自分が思い描いていたこと、実は願っていたことっていうものが一つ叶うよとか、それって何か現状がね変化するから叶ったっていうわけではなく、すでに叶っていたんだと気づくとか。あ、これで良かったんだみたいな何かが完成する感じがするんですよ。このカードの特徴ってね、こう足が一つは水の中、一つは陸の上にあるんですけども、それでも非常にバランスが取れて、なんかすごく溢れ出る感情がある、喜びの感情があったり、溢れ出るその感覚、感情というか喜びというか可能性が流れているっていう感じがあるので、何かこう人に対して懸念していたことや、何とかしたいと思っていたことっていうものが、あ、これでいいんだって思える、これが私の理想だとか、これを望んでいたんだみたいなことがあるんでしょうね。そしてそこから先のことっていうのもまだ分かりません。まだこうかもしれないな、ああかもしれないなっていう可能性の中にあるよっていうふうに言われているので、別に今すぐそれを決めなきゃいけないわけでもないし、カテゴライズしなきゃいけないわけでもない、現状のままでいいんだよっていう感じで言われてます。今はそうね、特に9月23日までっていうか18日も満月だし、この満月もきっと何かね人間関係においてのいいことがあると思うんですね。いい気づきもあると思うしね。なのでそこに向かっていってる途中なんだって感じがしました。いいちょっと最後にもう一枚ちょっとオラクルカード引かせてください。やっぱりね、魚座の皆さんってこう一人で達成というよりも誰かとの共存というか、誰かとうまくいくとかね、そういうのって嬉しいですよね。それをなんかとても感じられる気がします、この9月前半を。リリースブロックということで、このカードを見て何かしら感じることがあればね、是非皆さんも自分の直感でメッセージ受け取ってくださいね。なんか一つやっぱりブロックしていたものを自分の中でこれはダメだとか、こうしなきゃいけないっていうふうに思っていた感覚っていうものが一つ外れるんでしょうね。流れるよって感じがします。流れ始めるよって感じ。これもお水がすごく流れてるんですね。感情や喜びが流れ始めるよって感じかな。はい、ということでぜひいい時間をお過ごしください。もし何かしら良かったよって方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。チャンネル登録も嬉しいです。本当に力になっていますのでありがとうございます。ということでまた次回すぐにお会いしましょう。ぜひ喜びたくさんの時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。